こんにちは。クラシックギタリストの高橋義太です。今日は、小澤征爾指揮ベートーベン交響曲第5番、運命の感想を述べさせていただきたいと思います。これはですね、2005年の演奏のようですけれども、N 響、ね、日本の交響曲との、共演という形にはなりますけれども、当然といえば当然ですけど、非常にこう素晴らしい演奏です。それが証拠にこう、マナーとしてもしかしたら例外的なのかもしれませんけれども、もう客席からですね、楽章間でもう自然とこう拍手が湧き上がるという、非常にこう素晴らしい演奏にこうなっておりました。はい。それでこう全体的なこう印象としてはですね、これ多分2005年の演奏で、小澤征爾さんもこう、映像を見ていただくと分かるのですが、もうかなりのお年ではないかなと思うのですが、非常にですね、若々しいです。そして疾走感もあります。そしてこう非常にエネルギッシュで、もう目つき身振り見ればすぐ分かりますけども、渾身の演奏です。そしてそれに対して、楽団員も、必死で応えようと、もう魂と魂のこうぶつかり合いと、もうものすごいエネルギーが舞台の上でこう生まれているというのが、ひしひしと伝わってきて、もうあっという間の30分でした。もう全くこう間延びすることなく、あっという間の30分、非常に素晴らしいです。もちろんね、世界的な指揮者と私を比べること自体がおこがましいかもしれませんけれども、もう私もこういうところを見習わないとなというふうに思いました。なんか全然こう、守りに入っているというか、もっともっとこう、エネルギーを出していく演奏というのをこうやっていかないとなというふうにこう思わされました。はい。あとですね、音響録音状態の線もあるかもしれませんが、他の、指揮者様の、ね、演奏と違うのは、よりですね、主旋律以外、もうよりきれいにこう聞こえているというところがありました。他の、ね、指揮者さんも当然いろいろなところに気を配っているかと思うのですが、小澤征爾さんもこういろいろなところにこう気を配っているというのが指揮を見ているとこう分かってですね、主旋律以外もきれいにこう響いております。例えばですね、印象的だったのが第一楽章 の, 有名なダダダダンありますよね。それの後にですね、主旋律としてはダダ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 っていう部分がこうあるのですが、その影でですね、ホルンがってこう、綺麗なクレッシェンドを響かせているんですね。あそこまでこう綺麗にこうホルンのクレッシェンドが聞こえてきたのは、私の中ではこう初めてです。やはりこう主旋律ももちろんですが、それ以外に厚みがあると全体の印象がこうかなり変わってくるなという感じがしました。もう一つはやはりこう、最初にも申しましたように、小澤さんのその迫力がすごいのですが、特にそれを感じたのは第4楽章の入りですね。こうダンダンダンダッ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 ダン、その最初のダンダンダンの部分なんですけども、これはですね、できることならば会場で直接聞きたかったなと。その音圧ですね、もう多分もう春の風のような感じでこうものすごくふわっとこう自分にこう降りかかってきたのではないかなと。もうその演奏を生で聴けた方々はね、本当に極端に言うと五感で楽しめたのではないかな。ただ耳だけじゃなくて、もう肌感覚としてもその音圧を楽しめたのではないかなと思いまして、非常にこう幸せな経験をしたのではないかなというふうに思います。
やはりこういう演奏を聞くと、まあ現在しょうがないとは思いますけれども、こうオンラインでの、ね、コンサートをこう開催されている方もいるんですけど、やはり音楽はこう生に勝るものはないなというふうに思いました。その音そのものもやはり生は違いますし、会場の雰囲気、そしてこう五感で楽しめるということを考えると、やはりこう生の音楽への需要というのは絶対になくならないのではないかなと、まあ、このような素晴らしい演奏がある限りなくならないのではないかなと、私もそういうふうに提供できるように、生の、ね、演奏を聞きたいと思っていただけるように、これからも、ね、まあ、勉強して、まあ、腕を磨いていきたいなというふうに思いました。本当に素直に感じたのは、素晴らしい音楽をありがとうございましたというふうに、こう小澤征爾さんにはこう言いたいなというふうに素直にこう思いました。まあ、他の、ね、第5の演奏も今後も、ね、聞いて、勉強させていただきたいと思います。それでは、ね、今日も一日元気にお過ごしください。ありがとうございました。